震災とかねえー、大きな災害大規模災害の時にですねあ最も助けになる災害被災地支援はですね、えー、素早くお金を送ることなんですね知ってますかあまりそれに関わったことない人は分かんないかもしれないですけど家に余っているものを送るっていうことが最低の被災地支援ですねあるいは生ものを送るっていうことが最低の被災地で支援です、えー、災害ごみ 言葉でネットで検索したらいくらでも出てきます、えー、なんで家に余ってるもんいいことするから困ってる人に対していいことするから何をしてもいいだろうと思って被災地支援ってみんなやっちゃうんですよいいことするんだからこれはいいに決まってるってやっちゃうんです生物を段ボールについて中に何が入ってるか分からない段ボール詰めたらですね何万個という段ボールが届きます それを中に何が入っているかわからないから仕分けでブワーってもう何があるかわからんからあれ災害ゴミでもうンボールの山、もうゴミの山が積み重なる。だからその災害ゴミを処理するためにそんなことをする余裕がないのにボランティアの人たちが災害ゴミを処理する作業に当たります。百害あって一理なしとはこのことでいくら正しいと思うようなことをしたとしても相手の感情に寄り添ってしなければ相手の状況に合わせてしなければ 間違うよっていうこと。これはすごく重要です。生きていく上でどうしても私たちは自分個人の正しさを中心に置きすぎているので自分が正しいと思えば自分がいいと思っていることは相手にとってもいいに違いないとついつい思います。ついつい思ってしまいます。でこれはよく言うけども光が強ければ強いほど闇は深いよっていうのと同じで自分の正しさが本当に強ければ強いほど相手の正しさが全く見えなくなってしまいます。 なので一つ人が動くっていうことに関して言うと自分の正しさを中心として相手と関わっても誰一人動くことがありません誰一人です相手の感情に寄り添って相手の正しさを感じ取りながら分かち合っていく目線を合わせて分かち合っていくっていうことが唯一相手とつながる手段になりますのでこれはもう常日頃から自分自身のあり方人との関わり方として もう無意識の意識でできるレベルで持っておかないと人が動いいてくれるととうこはありえませんだからもう少し言うとこの感覚を持てば普段から発する言動普段からする関わりで人を魅了することができるようになります。